You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. おはようございます。本日はゴールデンウィーク何日目って言うんだろう5月2日なんですけども、今日はですね、去年夫と2人で行った有田陶器市ですかね。はい、有田陶器市に私と夫と、あとはテンテも今回一緒に行こうかなと思ってます。で、私の母も後で一緒にね合流していくので、ちょっと今から合流して向かいたいと思います。あのね、朝早くから行こうって言ってるから、ちょっとまだ顔が起きてないんですけども、久しぶりなのでちょっといろいろ楽しみたいと思います。メイクの調子はいい感じ、ただ顔がまだ寝てます。はい、テンも寝てます。りんちゃんもまだ、おはよう、おはよう、今日一緒のボーダーとストライプです。うーん、はいはい、じゃあ行こうかね、一緒行こう。じゃあ行ってきます、 GO。 なんて？うん、まっすぐ歩いてきたよ。え、戻ってきたがいいって言う。すぐああやってどこ行く？いいや、楽しんでるてよ。振り返ってん。おお。本当。20-something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. はい、というわけで、有田陶器市の方にもうさっき行ってきまして、もう朝早くね、朝7時とかに家を出てオープンと同時ぐらいに到着したので、まだ全然午前中なんですけど、去年と同様有田セラの方に今移動してきました。いいね、天気がめっちゃ良くなったね、いい感じで。そうで、可愛いお皿をもう2つほどさっきゲットしてきたので、また有田セラでいろいろ見て、ハサミ焼きの方にも時間があったらまだ行けそうなので移動しようかななんて今思ってます。イエイ。今ね、母とてんてんは一緒にもう先に向かいました。あの、すぐどっか行くんですよ、私の母は。止まらないから ね、待っとってっていうのに全然待っとってくれんくて。まあでも楽しそうやけど、うん、まあね、結構久しぶりやけんね、うん、はい、じゃあちょっと引き続きちょっとお買い物をしたいと思います。イエイ。
いや本当にいいお天気でございます。結構今回は大きいお皿とかも欲しいんですけど、小鉢とかも欲しいなって思っているので、ちょっと小鉢系をメインに探していこうと思ってます。イエーイ。We've been driving around singing songs way too loud because we wanna picking up a love friends fill up the car to live best because we wanna yeah we just wanna have fun the trunks full of wine we're gonna stay up have the time of our lives the night is どうする？候補がいっぱいあるよ。やばい、どうしよう。どうしよう。やばい。あれも、どれもこれもそれも欲しいって感じだよね。なんか去年に比べてめっちゃ増えたね。そう、なんか変わっとうね、お店がね。うん。ね。母と一緒にブラブラしよったらしい。いかん、決めよう。でもお腹空いたけん、なんか食べよう。ここもなんか変わってない？ね。なんか見ると全部それえ、分からん、なんか終わり？なんかどうした方がいい？こうやってした方がいい？キラキラ、はい、有田セラから、今ですね、すぐ近くにあるハサミ焼きの場所に今移動しております。パンも買いました。もう本当にすぐ着くんだけど、ちょっと今から移動して最後見てからお家に帰ろうと思います。迷っとる。迷い中。どうしよう、破産する。いや、嫌になってくれない。買ってしまいました。はい。昨日ですね、有田焼きとあとハサミ焼きをゴールデンウィーク中開催されてるってことで、お買い物しに楽しく行ってきたんですけども、今日はその翌日になっています。もういろいろ午前中とかにお仕事とか他の撮影とかもしていて、買ったものはね一旦そのまま袋に入れてた状態だったんですけど、この動画で少しだけ買ったものをご紹介していこうかなと思います。今からね、そして食器を洗おうかなと思ってるので、ちょっと一旦ご紹介していきます。やばいよね、めっちゃ買いすぎてしまった。夫に呆れられてます。イエイ。どうしよう、何から紹介しよっか。有田焼きからまずじゃあ行こうかな。ちょっとさ、どれがどの袋か私もわからんくなってんだけど、よいしょ。はい、まずはこれから行こう。これは有田焼きのお店ですね。一番最初に買ってやった。これはなんかいろいろあって、本当に
これを買った理由としては、私たちが本当にうどんとかすごい好きなんです。で、夏になるとめっちゃ食べるやんね。そう、それもあったので買ってきたんですけど、はい、じゃーん、可愛くないですか。ちょっとこういびつな感じ、あえてこう手作り感みたいなね、そういうのがすごい可愛いなと思って買ったお皿なんですけど、これを色違いにしました。黒とこの白買いました。すごい可愛いです。とね、これはもともと結構お値段するんだけど、それの半額になってて、さらに店内 30% オフってことだったからめっちゃ安く買いました。2つで3000円いかなかったかな、そのぐらいで買ったお皿でした。なんでまあこれにパスタうどん入れてもいいし、ロコモコとかそういうの作ってもいいと思うし、まあ普通にこう1個メインの料理をドンって置いて、おかずを食うとしても使えるかなと思ったんですけど、2つ買ってみました。次々ちょっとご紹介していきます。はい、次、これはあれか、平皿だね。なんか結構私その1年間夫と同居を去年からやっとねし始めて、料理とかもやっぱ作るじゃないですか、毎日ね。そうなった時に、あ、こういうお皿欲しいなとか、また去年も行ったけど今年は見方が変わってて、次はこれ可愛くないですか。この黒のマット調でちょっとあえて模様がこう入ってるようなお皿を買いました。意外とこのぐらいのサイズのお皿が一番私たち普段使うよねっていうことになったので、こういうタイプ結構買ってきたんだけど、そう、使うからね、こういうのが一番おかずそれぞれ乗せてもいいなと思って、この黒をあえて買いました。結構シンプルなお皿が多いから、あえて模様のあるタイプを選んできた感じですね。そしたら次、これいきます。これは有田セラに行った時に買ったものです。今回さ、私たちもそんなにこの陶器市のこととかあんまり詳しく知らなくって、去年初めてあのファンの方にね教えていただいて、あ、じゃあ行ってみようか、うわめっちゃ楽しいねっていろいろ買ったんだけど、波佐見焼の場所もめっちゃ近いんですね。知らなかったね。結構本当に全部車で10分15分ぐらいで移動できる距離とかにあったからさ、へえと思ったけど、これはねずっと欲しかったタイプのお皿です。ここ有田セラに行かれた方行ってみてください。なんかね雰囲気、場所がちょっと変わってて、ここもともと結構広い感じで、なんか美術館みたいな展示場みたいな感じでお皿がこう売ってあるお店だったんですけど、久しぶりに行ったらパン屋さんができてて、カフェスペースができてたんです。めっちゃおしゃれだった。なんか本当に一日さ楽しめれるよね、あそこで、うん、はい。で、買ったのがこちらです。これずっと欲しかったタイプのお皿なんです。真ん中がこうへこんでるようなお皿なんですけど、こうスープとかパスタとかをちょんって入れるのにずっと欲しかったの。そしたら見つけて、これもやっぱ安くなってるんですよね、普通の時買うよりは 30% とか 20% とか、そう、さっきのお皿とかもそんな感じで買ったからめっちゃお得に買いました。こんな感じのを買いました。めっちゃ可愛い。これも、いや、いいね、いいね、家にちゃんと持ち帰って開けるとイメージが湧きます。はい、次次、やばいよね、なんか本当に楽しくなっちゃってそこで笑ってる音が、もう楽しくなってしまったんですよ、お買い物しててね。本当はそうだから、有田焼き行った後波佐見焼きの方にね行ったんだけど、もっと欲しいのいっぱいあったんです。あったんだけど、なんか波佐見焼きがあんな感じで置いてある、たくさん置いてあるって思ってなかったから、うわーと思って、今度は逆に波佐見焼きの方からお買い物して、有田焼きの方に移動するみたいな感じにしてもいいねっていうのを言ってたので、まあ来年もね行きたいね。やっぱ夫も結構好きなんで、こういうの見るの。はい、次のお店がここですね。ウィズスタイルショップっていうお店なんですけど、結構やっぱアウトレットの商品とかもね出てるからさ、これは中くらいのサイズ感のお皿なんですけど、じゃん、おー素敵。この、ちょっとマット系ですね、これも。で、平皿というよりはちょっとこう縁があるような感じのお皿、これを色違いで買いました。これは結構私が暗めのお皿が今回は目が引かれてしまっていて、そういうのばっか選んでたんだけど、母からそればっか選んどるけやめなさいって怒られて、まあ確かにと思って、いかんいかんと思って、はい、こちら。もう一個ねグレーっぽい感じもあったんですけど、こっちにしました。でもこれにしてやっぱ良かったね、ここでグレーにしちゃうとさ少し暗めな印象になるかなと思ったから。
これでよかった。え、かわいいじゃん。煮物とか入れても素敵だと思う。そしてこれ、これは絶対欲しかったってね、見つけた瞬間は欲しいって言ったよね。じゃん、カトラリーを置くやつです。これは色を合わせて買った。これじゃん、夫は文鎮とか言ってたんだけど、確かにね、習字の時にこうやって置いてたような、そんな思い出はありますけどあるやろ、こうピッピッって置いてたイメージ、まああります。そんな思い出私も習ってたのであるんですけど、違います。これはカトラリーを置く用のものです。まあ箸置き的な感じのタイプなので、これが本当はね、もう一個大きいお皿と湯飲みと合わせて全部同じので置いてあって、うわめっちゃ可愛いってなったんだけど、まあ他のものも買ったりとかもしたからね、これとこれだけ買いました。めっちゃ可愛くない？ほら、これとこれとかでも並べてもさ、なんか家で見るとね、また印象が変わるよね。うん、変わる。え、でもいいじゃん、ちょっとシックな感じで。で、次これ、これはね、もう目当てだったやつよね。あの、波佐見焼きに初めて行ってきまして、こうテントがあって、そこでバーってこう食器が置いてあるんですよ。そこでもめっちゃ可愛いね、いっぱいあったんだけど、まあ、そこではね、ちょっと今回はいっぱい買いすぎたから抑えて、でもどうしても絶対買おうって決めてたブランドのものを買ってきました。西野原っていう場所であの買ったんですけど、アウトレットのね商品だから、うん、通常よりもお得に買える食器になってて、お、結構しっかりとしてくれてますね、食われないように。ピン、かわいい。こちらでございます。じゃーん、ハサミポーセリ、知ってる方いるんじゃないかなと思います。結構ねインテリアショップとかでも置かれてる食器かなと思うんですけど、まずはこのコップを買いました。多分普通に買うより全然安いと思う。で、大きいサイズ、もう一回り大きいサイズとこっちのサイズってあったんだけど、こっちにしました。まあね、ところどころアウトレットなので、ちょっとこう傷というかね、模様がこう入ってたりとかしたりはするんだけど、まあそれも味でねいいかなと思って、この黒のマットとこっちのツヤのものにしました。もう一個ね、ベージュ系のマットも良かったんやけど、こういう感じでスタッキングして収納もできるので、それも結構いいブランドですね。そして同じくこのハサミポーセリンで、これも絶対買おうって思ってたお皿なんですけど、はい、じゃーん、ちょっとここに値札入ってるけど、このサイズ感のお皿を色違い3つ買ってきました。まあね、本当にさっきこの黒のお皿の時にも言ったけど、一番使うんよね、このサイズがね。お客さん来た時にも使うから、これね、コップと同じ黒とツヤ、可愛いな、やっぱ。そしてこれだけちょっとあのお値段、多分ね、そのまま色を塗ってない状態のタイプのものなので、この色の買ってきました。こんな感じでお皿だと収納ができるような感じになってます。いいよね、よいしょ、こんな感じで。そう、実はね、ハサミポーセリンのお皿私持ってて、このサイズより一回り大きいの、こんな感じで。これもこれと一緒ですね、多分。だからそう、なんかちょっと色違うように見えるけど、でも一緒のはずで、サイズ感が一回り小さいタイプのものを買ってきた形になります。いやー、かわいいぞ、かわいくない？テンション上がるな、これはね。はい、ってな感じで、こちらが今回買ってきたお皿でございます。いや、めっちゃ満足だな。満足なんだけど、そう、本当はね、小皿が結構欲しかったんですよ。まあ、買いたいなって思ったんだけど、それは抑えました。ちょっとね、思いのほかハサミ焼きで可愛い好みの小皿がありすぎて、そう、でも有田焼きの方で結構買っちゃってたから、さすがに抑えた。まあこのハサミポーセリンのだけは目的だったんで、これだけ買って頑張って頑張って抑えました。まあとりあえず一旦これ洗って今収納しまして、またちょっと残り別日でお皿にちょっとご飯を盛り付けたりとかして、まあ、写真載せたりとかしてみようかなと思います。はい、満足でございます。はいよかった、ありがとうございました、連れてっていただいて楽しかったです。では一旦洗います。天気、あなたのご飯は違うよ。食べる気満々やん。はい、ちょっと別日なんですけど、今日はこんな感じでご飯を盛り付けてみました。
買ったのは、このお皿とこのお皿ですね。まあ他のはまだいろいろ今日のメニュー的には使わなそうだったので、またちょっといろいろ使ってたくさん載せたいと思います。Como el café, a ese booty yo le tengo fe.